はい、こんにちは。シャンダイ晋也です。今日のテーマはこちらです。I'm fine って言わないって本当ファインの正体が判明というテーマでお話をします。今回はですね、いただいたご質問に対する回答という形ですね。で、僕の動画セミナーを受けている受講生の方からいただいたご質問なんですが、まあ、多分レベルに関係なく、すべての人にとって気になる話題かなと思ったので、今回 YouTube 動画という形でね、出してみようと思いました。 でまずですね、この I'm fine っていうことなんですが、これ僕ら中学校に習うときは最初この言い回しで習いますよね。How are you? って言われて、I'm fine and you? ってね、このお決まりの返し言葉ですね。これを習うと思います。多分今でもね、中学校の教科書ってこう書いてあると思うんですが、まあ、よくこれね、言わないってね、ネイティブはこういう言い方しないよっていうふうに言われてるんですねで。僕も実際自分の動画セミナーの中で、Fine ってあんまり言わないよというふうにお話をしています。 で今回はこのベーシック2400という、ねえー、音読テキストの動画セミナーを僕は作ってるんですけども、まあ、その受講生の方からいただいたご質問ですで動画セミナーの中でファインという言葉はめちゃくちゃ調子いいぜとかねご機嫌だぜという意味なのであまり使わないとの解説がありましたが、えー、ファインの例文を見ているとまあまあや大丈夫のような意味で使われていることが多いように感じます、えー、辞書では素晴らしい 立派な申し分ないと載っていてすごく良い意味でも文脈や会話の中ではまあまあとかグッドよりは下のように変化したりするのでしょうかとネイティブから I'm fine with waiting という言い方もあるよとアドバイスを受けた時にどんなニュアンスなのか気になり Great と Good と pretty good, not bad のどれですかと質問してみたら結構下の方にあるこの not bad だとのことでこちらもめちゃくちゃ良いではなさそうだなということでねであとよく聞く that's fine とか I'm fine either is fine のニュアンスについても教えていただきたいですということでねご質問いただきました はい、えー、なんでね、まあ、この How are you に対して I'm fine が使うのか使わないのかというところと、あと fine の持つイメージですね、えー、申し分ないっていうふうに辞書には載っているんですが、このまあまあとか大丈夫とかって意味にもなるのかというところですね、えー、ここに関して、えー、詳しく深掘りで解説をしていきますで。これに関してはですね、ネイティブ領域になりますので、えー、僕はですね、ネイティブの先生に聞いてみました。で、アメリカ人の先生に詳しくお話を伺いました。 で、まずですね、こういう言葉の意味みたいなのをね、えー、こう解説する上で最初にお伝えしておくこととしてはですね、えー、言葉の使い方とか意味とかニュアンスというのは、その国の文化とか、 その年齢とかによっってても変わってくるんですねこのぐらいの年代の人が喋ったら、えー、こういう意味で使われるけどこの年代の人が使ったらこういう意味になっちゃうとかねあるいはこのアメリカではこういう意味で使われてるけどイギリスではこういう意味で使われるみたいなのがありますので、まあ、多少の誤差があると思っておいてください。でその上で、まあ、こう全体的に、まあ、アメリカン・イングリッシュブリティッシュ・イングリッシュとか関係なく世代もできるだけ関係なくファインがどんな感じで使われてるのかっていう質問を僕はしてみました。 でその上で、まあ、アメリカ人の先生の視点からこうではないかなっていうことをね、えー、詳しく解説いただいたので、えー、それはですねちょっと日本語にしししてて詳しくお伝えいいいきたいと思います、えー。まず最初にですね「ファイン」Fine、の意味なんですが「まあまあ大丈夫素晴らしい申し分ない」これね全て当てはまるそうです。はい、なので「えー、っ?」て感じですよね、えー、全然違うじゃんってねこの「素晴らしい申し分ない」は結構上の方だしまあまあ大丈夫って結構下の方ですよね。 えどうすればいいのって感じなんですが実際ネイティブの中では文脈によってこれ意味がコロコロ変わるらしいですそういう言葉がこの「ファイン」ということらしいんですねで僕はですねこの「ファイン」の語源を調べてみましたで「ファイン」ってのはもともと「フィン」から来てるんですがこの「フィン」ってのはね「終わり」という意味ですねよくあの物語の終わりとかで「FIN」ってね「フィン」って出てきたりすることありますよね海外のドラマとかで で、これは終わりという意味です。で、そこからですね、最大値というふうな意味があります。こう上にぐーっと上がってた時に、もうこれ以上上がれない上まで来る、終わりまで来るっていうところから、最大値ですねで。ということは言い換えると、これは最上級、申し分ない、素晴らしいって意味が元々の語源にあるということがわかります。なんで、実際に僕が最近読んだ、えー、広告ですね、えー、英語の最、最近僕は英文の広告を読む習慣があるんですけども、ここでですね、Fine Restaurants って言葉ができたんですね。 これ一流レレスストトラランンとか高級レストランっていう,ふうな意味ですす広告で使われてますからねでもしこれがまあまあとかね大丈夫なレベルのレストランだったら絶対広告の文章として使われることはないですよね。でそこからも「ファイン・レストランツ」っていった場合にこの「素晴らしい申し分ない」って意味で使われている最上級の意味で使われているってことは間違いないかなと思います。でその上でこの「 How are you? are and fine I'm の言い方です、ね、これはちょっと実際にネイティブの先生に聞いてもらってまず How are you に対して I'm fine って言うのか言わないのかネイティブがってところを聞いたんですがまず結論から言うとねやっぱり言わないということらしいです、はい、でも別に僕ら第二言語の話者が言ったからといってそれを見て何言ってんのこの人みたいにはならないらしいですねだから別に I'm fine って言ったところで特に問題はないと言ってました ただ、この後ろに and you って続くと、ちょっとなんかね、そこであの気取った感じが出てしまうっていうふうに言ってたので、まあ、I'm fine and you はあんまり良くないらしいですね。I'm fine ぐらいで、で、how about you とか、what about yourself みたいな感じの言い方の方が自然に聞こえると言ってましたね。なんで別に I'm fine ってついつい答えちゃったからといって、あやばい、fine って言っちゃった、言わないんだった、I'm good みたいにあの言い換える必要はないということですね。 まあそんなに気にして、こうね、意味嫌う必要はないんじゃないかというふうに言ってました。まあ、ただネイティブは I'm fine という答え方はほとんどしないというふうには言っていましたねで。なぜかというところはまた後で詳しく解説をしていきますね。で、まず今回はこの I'm fine って言わないかっていうところなんですが、How are you の返しとしては言わないそうですが、I'm fine という言葉自体は使うそうなんですね。 じゃあどういうい時に使うのかということなんですがそれがですね今回日本語で「まあまあ」とか「大丈夫」って意味に相当する使い方だということが分かりました、まあ、例えばこういうことですね「Are you okay? I'm fine」って言い方ですねこれねどんなイメージが頭に浮かぶかというとですね、そのネイティブの先生曰く交通事故に遭いましたとでぐるぐる巻き包帯ぐるぐる巻きで全身がこうねもう骨が折れちゃってでこうなんか手足が 吊られてると天井からつられた状態でビクトも動けない状態ねでその状態で、えー、友達がやってきて病院にで「あ大丈夫かお前」みたいな感じで「Are you okay?」って言われた時に「I'm fine」っていうイメージがあるそうです、はい、これがまず使い方ですね大丈夫だよ、ね、大丈夫じゃないんだけど大丈夫だよっていう時の使い方ですであとねもっと印象的なところで言うと「anything else?」 ね、例えばレストランとかでねほかに何かご注文ございますか No thanks fine I'm って言い方ですねいや結構ですもう大丈夫です、ね、日本語はも大丈夫ですって言いますよね断るときにあの使い方と実は同じらしいですねであと例えば値引き交渉なんかをしているときに、えー、向こうのお店の人がですね分かりましたじゃあ「how about30 r s じゃあ30ドルでどうですかって言ってきたときにうーんじゃあそれでいいですよって意味で OK that's fine って言い方をすするそうで,すでこれは、じゃあ、まあ、30度で手を打ちましょうとで。それで買いますよ。大丈夫ですよ。っていうふうな意味ですね。で次。Are you free next week?、えー、来週暇ですか ?Yeah.Any day is fine with me.、えー、暇だよと。どの日でも大丈夫だよ。まあ、月曜日から日曜日の間でいつでも大丈夫だよで。Any day is fine with me っていうような言い方ですね。これは、まあ、大丈夫っていううな意味で使われています。 で、まあ、こうやって見ていくとですね、日本語の大丈夫って言葉がかなりファインに近いことが見えてきますよね。なので、現代の話し言葉では、I'm fine っていう方は、私は大丈夫ですっていう意味で使われる。えこれはね、まず覚えておくといいと思います。なので、I'm fine っていう言葉自体は言わないわけではなくて、使います。実際にね。で、ハワリの開始としては、ちょっと変に聞こえるということらしいですね。で、ちなみにですね、僕、最近、 あのアメリカのコメディドラマを見てる時に「I'm fine」の返し「How are you」に対して「I'm fine」って返すところを見たんですね、はい、でその時のね、まあ、顔の表情とか声のトーンとかは明らかにやっぱ普通の返しではなかったですね「How are you」って言われた時に「I'm fine」っていうふうに言ってたんですねなんで明らかに大丈夫じゃないへこんでる時に「I'm fine」っていうことによって「まあ大丈夫だけどね」みたいな感じで言ってでそこでドカーンと笑いを誘ってたっていうねまあそういう感じでした ので、まあ、やっぱりねネイティブの間では「How are you? I'm fine」ってやりとりはなんかちょっと面白く聞こえるんだなっていうのはそこで見えたんですねでもちろんその顔の表情とか声のトーンとかでも変わってくると思います「I'm fine!」って言ってね元気に言えばもう完璧絶好だぜみたいな絶好調だぜみたいな意味になるとは思いますけどねはいで以上がですね、まあ、一応この「えー、Fine」の使い方ですで こっから先はです、ねまあ、あくまで想像からくるものなんですが、えー、ネイティブの先生といろいろ議論しながらです、ねまあ、そもそもなんで「how are you」に対して「I'm fine」が使われなくなったのかというところをですねちょっといろいろこの過去を遡りながらこうなんじゃないかなっていうのは、ね、ちょっと仮説を立てましたので、まあ、もし興味があったらそこまで聞いてみてください。 えまずですね、このファインっていう言葉自体は、もともとの意味は、さっきも言ったように、このフィンから来てますので、終わり、最大値から来てますので、素晴らしい申し分ないっていうのが始まりの言葉でした。で、昔の時代に、How are you? に対して、I'm fine が使われてたことは間違いないそうです。はい、これはね、実際、広く使われてたそうなんですね、アメリカでも。ですが、それが最上級のイメージをもたらしているがゆえにですね、えー、How are you?I'm fine に対しては、こう、ちょっとね、 貴族のやり取りみたいなこう上流階級の社会の人たちのやり取りみたいに聞こえるらしいんですねまあ例えばご機嫌いかがですかご夫人みたいなことをやったときに素晴らしくてよおほほ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 、ねはい、この素晴らしくてよの感じですねえー、私の人生申し分ありませんわみたいなねそんな感じこれがこのファインの元のイメージですねこのもうこれ以上上がないっていうところで使われていたらしいですでそっか から、まあ、その使い方が定着しすぎたせいで逆に一般の人が「その I'm fine」っていう言葉を使うのが抵抗が出たんじゃないか心理的な抵抗が出てきたんじゃないかとなんかそういう「I'm fine」って答えるのがかっこ悪いみたいなねそんなこう風潮が出たんじゃないかってのが、えー、そのアメリカ人の先生のネイティブ的な感覚らしいです。 まあ確かに日本語ででもそうですよね。一回こうブワーって広がっちゃってで多くの人たちが使うようになった後にそれがこう流行が終わった後に使おうと思うとなんか死後みたいになっちゃってなんかいまだにあの人あんな言葉使ってるよえナウイとか言っちゃってるよみたいな日本語でもそうだと思うんですがそういうような感じでねなんかちょっと昔の人に聞こえちゃうっていうのがあると思うんですよ昔の言葉を使うとね。一回そこでバーッと流行っちゃうと。 特にこれはそのファインっていう言葉の I'm fine and you っていう言い方がちょっとこう気取った言い方に聞こえるがゆえになおさらそれを一般の庶民の人がこう使う再び使うってことがどうもねこう心理的な抵抗があったんじゃないかなっていうふうにえ予測してますで How are you の返しとして使う時には I'm fine はこう廃れていったんですがそれでも 今のこのファインののこイ持つイメージっっててていいうのがだんだんん変化していってですね、素晴らしいっていうことは言い換えるとまあ何の問題もないって意味になりますよね。なんで何か例えば「Are you okay?」って聞かれてね疲れ,疲れてる顔してるけど大丈夫みたいなことをこう心配された時に「I'm fine」「なあ大丈夫何の問題もないよ」って本当は問題あるんだけどこうその場を取り繕う言葉として定着していったんではないかと。 さらにこの何の問題もないっていうところから、えー、もうちょっとこうランクが下がっていってまあ問題はないんだけど別によくもないよねっていうところでまあ悪くはないよね not bad と同じ感覚になったんではないかというのがですね、えー、一応そのネイティブの先生の分析結果ですね。 まあ結構僕は当たってるんじゃないかなと思ってます。言葉ってね、もともと持つ意味からだんだんこう使われるに従ってこう離れていくことってありますよね。まあ、例えば日本語でも、やばいっていう言葉がね、もともとあって、それはすごい悪い意味で使われてましたね。やばいってことは良くないって意味で使われてたんですが、だんだんそれがこう、意味がいろいろ変化していって、で、今ではいい意味でも使われますよね。例えば、あの歌手のう、えー、歌声やばいとかって言ったら、もうその歌声がすごい綺麗で、 えもう感動してしてまうみたいなねそういう時に「やばい」って言葉を使うわけですよ。っていうふうにこう言葉の意味持つ意味っていうのはこう真逆になっていくこともあるわけですねこの時代の変化とともに。で結構このファインもその一つなんではないかということですね。もともとはいい意味で派生していった、ね、ファイン最大値ってところから始まったんですが、まあ、そこからですねだんだんこう一回わワーって広がってその使い方が。 I'm fine, thank you, and you, you がが広がってでそそこから今度 fine という言葉の持つ意味が変化していってで今の人々はこの fine を問題ないよとか悪くはないよということで大丈夫とかまあまあとかって意味で使われているそれが今この fine の生き残った使,使われ方ということですねになっているということです。はい、これがね、えー、僕が今最近突き止めたこの fine の正体ということになります。 なので、まあ、僕ら日本人がこう第二言語として「ファイン」を使う場合はもうほぼほぼこの、まあ「まあまあ」とかね「大丈夫」とかいう意味で使えば問題ないのかなと思います。まあとはもう文脈によってさっきの「ファイン・レストランズみたいにね広告とかに出てきた時はあこれは元々の、ね「ファイン」ね最大値の意味で使われてるんだなっていうふうに思い出していただければいいかなと思いますね。 で、少なくともこのアン「ハワ u に対して I'm fine」って答えてもそんなにこうね、えー、向こうのアメリカ人の人はそんなに違和感は感じないということなので無理やりその言い換える必要はないんじゃないかなということですね。まあ、ただネイティブの口から「I'm fine」って言葉を聞くことは少ないんじゃないかなとは言っていました。ということでねはい以上になります。えー、結構ね、こういうね、こううい一言を え、こう見ただけでもね、こう深掘りしていくといろんなこう歴史とかね、いろんな使い方っていうのが見えてきて、まあすごい楽しいなと僕は思うんですが、えー、こういうのをですね、こうやっていくことによって、え、本当の意味でこの英語の楽しさ、奥深さ、 そしてナチュラルな英語というのがね使いこなせるようになりますので、えー、ぜひですねこういう方法で、えー、単語を覚えていくのも一つの手かなと思いますまあ一個一個ね全部の単語をやってったらすごい大変なことになっちゃいますがまあたまにこういうのがね気になった時はこうやって調べていくのも楽しいかなと思います、まあ、ちなみに僕の作っている動画セミナーではこんな感じでね一個の単語を深掘りしながらネイティブのイメージで解説してますので、えー、もし これでお話を聞いてね興味あるなと思ったら是非、ね、ぜひ僕の動画セミナーお試しください。まあ、こういうねベーシック2400とか、この上のデイリー1500とかね、ねそれぞれのレベルに合わせたテキストの例文をですね、こんな感じで詳しく分析しながらイメージ文法で解説していますので、よかったらチェックしてみてください。この動画の,下の概要欄にリンクを貼っておきます。はい、では以上です。Thank you for watching. See you later.